劉備殿、曹操軍に動きありとの報告が入りました。兄者、やつはこの慶州に攻めてくんじゃねえか。ああ、私のせいでこの平穏な慶州に騒乱を呼ぶことになるか。徐州を方法の体で追われた私だ。この深夜を守ることも難しいだろう。なんだ、弱気になってんのか。しっかりしてくれよ兄者。劉備殿、叶わぬと決めつける前にできる限りのことをしてはいかがでしょう。将軍の言う通りだぜ。うじうじしてたって仕方ねえ。なんとか奴らを食い止める手を考えようや。そうだな、何か私にできることを考えるとしよう。ありがとう二人とも。だがいつまでも行く先々で騒乱を呼び流れ続けるわけにもいかぬ。民が安寧に暮らせる道早く見出さねば。兄者、曹操軍はすでに到着した模様。しかも見慣れない陣立てでござる。どう対するべきであろうな。うだうだ考えててもしょうがねえ。突っ込もうぜ。待ってください。あれは八門金さんの陣。迂闊に攻めれば通撃を被ります。ですが逆に弱点をつけば脆い陣でもあるのです。劉備殿、ここは俺に任せてもらえませんか。お主何者だ。いきなり顔を出してきて俺に任せろだ。怪しすぎるぜ。確かに怪しい。俺もそう思うよ劉備殿。俺は徐玄直と言います。戦略や戦術を生業としている軍師です。あ？なんだそりゃ。自らを軍師と称するか。兄者を惑わさんとする敵のものではあるまい。参ったな。どうすれば劉備殿に味方したいと伝えられるのか。とりあえずこの状況を打破すれば。何をぶつくさ言ってやがる。兄者、こいつをつまみ出してやろうぜ。待て、この者が不審であることは否めぬ。だが私はどうしてか悪意を感じるのだ。今曹操の軍に敗れるわけにはいかぬ。その軍師とやらの力私に貸してはくれないだろうか。劉備殿、ありがとうございます。そのご決断後悔させないと約束しましょう。八門金さんの攻略は一筋縄ではいきません。俺の指示をよく聞いていてください。まずは進行を防がなければ。敵の先鋒を撃破しましょう。覚悟してください。はい。劉備軍相手に策など無用。力押しに潰してくれる。劉備軍がここまで強いとは。撤退する。これでひとまず本陣は安全です。では進みましょうか。隙だらけですよ。